さあ、ということで今週もお聞きいただきましてありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。どういうタイミング、じゃあ準備やね、罰ゲームです。あ、なるほどね、うん、はい、ということでね、はい、もう残すとこ2回なんですね、放送が。そうですね、今年も早いな、今週で終わりなんで、うん、来週はまあ総集編みたいなことをしようかなっていうふうにもね、思ってたりするんですけども、うん、はい、今回やりました罰ゲーム、はい、ゆうたさんです、はい、ちょっとやってみる、今回もうサクッと、もう10パンパン10秒、10秒、遅かった、5秒、5秒は以内に答えられたらもう遅かった、あかん、OKOKOKゆうたさんからでいいよ、お題、はい、はい、猿、猿、はい、テナガザル、テナガザル、赤テナガザル、赤テナガザル、赤テナガザルとカニ、あかんやん、もうカニ、カニ、カニ、もうわからないですよ、猿カニ、あかんやん、それ、なんで猿カニ、あれ、まだいけるやん、そう、あかん、なんで、つながってない、つながってない、別のものをくっつけてるだけや、赤テナガザルガニってこと、赤テナガザル、ちなみにあの罰ゲームの音楽のタイトルなんですけども、はい、長いですよこれ、はい、ポンポコ韓国版、韓国版、超大きな白黒いタヌキ、日本昔話、もどき、アナザーストーリー、はい、はい、これいいですね、だから韓国版のちょっとタヌキの日本昔話合戦をしてますみたいな歌ってことやんな、そういうことやな、白黒っていうところもちょっとしっかり入れてほしいね、超大きなやから、ね、大きい大きい感じの壮大な感じで白黒いとかを単語入れながらタヌキっぽい感じの韓国版で でもなんか J-POP やとみんな思ってるよな、いや K-POP やと思ってる、思ってんやあそこは K-POP や思ってんじゃん、そりゃそうやろ、あそうかそうか、韓国あれでも白黒いとか俺単語知らんな、まあでも皆さんお聞きください、 Listen too much、ああ、ガムサハムレだ、おお、おっとけ、ああ、リスン、ミュージック、チョヌン、ナゴ、ブラックエンワイ、ソヌグツムルスムニカチョブンドゥルスルリクノリラ超陸タヌキヤロッキーファイビッグビッグスモニカ劇場版トヌシクム力よニカはい、ということで今回は劇場版の劇場版じゃない、うん、韓国版ない韓国版の劇場版の劇場版じゃない韓国版劇場版言ったらあかんってあなたが言い出した韓国版でしたでしょ今回え下ぴゃけた今回韓国版のあのタヌキの歌を歌わせていただきました。なんかわからんけど、はい、そのタヌキ最後亡くなって天国行ったんかなっていう絵まで見えたよ。あ、分かってくれた。うん。やっぱり。そうなんか。ごめん、俺ほんまわからなかった。マジ見えたよ。やっぱりその俺でもあのメロは良かったよ。あちょっとぽかった韓国のちょっとバラードっぽかった。なんか俺の中ではタヌキがモドキってことはタヌキじゃなかったよ。うん。そう。だからもう人間やったよ本当は。日本昔話戻ってやからタヌキが戻りなんだよ あれああそうかそうか日本昔話じゃないよ韓国版やから日本昔話じゃないんだよの戻ってそういうことさえも分かっていただけたらいや分からないお前つけなさい変更さえ今のアスカの言葉借りて路線変更すなよ分かっていただけたらなお深くなお深く聞けるんじゃないかなと韓国語分かる方一回翻訳してほしいあ翻訳アプリどうなってんねやろどんなこともなってお願いします皆さんコメント最近僕もうちょっとミニアルバムできんでいや本当にあのねこれ本当に嫌なんだけど、うん、あの俺最近罰ゲームめっちゃやってるやん、うん、めっちゃ曲っね、うん、歌ってるやんか全然何の反響もないこれだけは悲しいなるほどねなるほどねだからもうこれを機にそりゃそうよ、うん、ではもうゆうたが自分自身のストーリーとかに切り取ってあげんなまねまねいや俺らは深く刻まれてる部分はたくさんあるよ。あうん、
だからごめん、でもマネマネしか俺刻まれてへんわ。あ、ほんまに覚えてる？覚えてない。マネマネはちょっといいところさ、俺あの YouTube でこう動画切り取って、その動画のあのショートをあのスカイウェブの人に送ってショートで上げてくださいっつって。スカイウェブショートに言うたら歌うメドレーが上がるね。そうそう、いや、もうもしかしたらそれを機にね、あ、まあ、ね、見てくれるかもしれないんで、うん、まあまあまあそういうこともちょっと含めておもろいかもしれないですね、はい。来年はもっと、来年まだまだ1回残ってる、あと1回ね、いや、これラストの勝負でかいぞ、これ勝たないと。そうね、総集編の罰ゲームすごいよ、知らんけど、自分で首絞めんねん、そんな言ってたら。いや、酒飲みながらやろ、みんなで。どういうこと？ラジオ？スケジュール的にいけるのかどうか見る。ラジオをね。ダメですか、お酒飲みながらは。全然いいです。さすがにダメですか。いいですか。あ、でももうこの来週はラジオ終わりは何もないんで。あ、来た、ベロベロや。でも俺らもう3時4時とかから始まるね、この収録、うん、そんな時間が飲むってこと？負けたらもう敵や。じゃあ絶対スナックママやらなあかんやん。ナックやっと絶対やらなあかんやん。お前な、絶対やらなあかん。お便りだから必須です。そうやね、お便り送って、あのママ送って、だそうしへんからお便り何個でも読むかもしれない。そうね、そうそうそう、たくさんあればたくさん読みますので、よろしくお願いします。ということで来週も絶対お聞きください。以上 YAT ヤトでした。